ある日突然自由の名のもとで競争のスタート台に立たされた。押してゆく者たちは誰からも目を背けられる。一人の老人が今夜も自販機のコインを探しさまよってる。孤独と貧困の中で誰にも見取られず最後の時を迎えてゆく。経済のためにとリフレインされる言葉嘘さえも正当化するように、願いの叫びは蓋をされ闇の中葬り去られてく。街のあちこちで希望と絆の文字のポスターが、虚しくじっと俺を見つめてる。あの日俺の中で何かが崩れ去った。心に刻みつける。もう二度と騙されはしない。巨額の富を生み出すシステムの裏側で、大量の札束が今日も流れる経済の名の下では、命という言葉はタブー。公園では無邪気な子供たちの声が今日も響き渡る。一体あの子たちどんな夢を描いているのだろう。 I found out!一つだけ絶対誰にも渡せないものがある。